ますが、かなり雑な説明をすると、コンプレッサーでこのメーターが、まあ、半分ぐらい光るぐらい潰して、で EQ は大体ボーカルの場合は下の方はざっくりカットして上の方を上げてあげる。こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。今回の動画は Mac の無料のソフトガレージバンドを使ってボーカルのミックス方法を初心者向けに解説していきたいと思います。はい、それでは新規のプロジェクトを立ち上げるところからやっていきたいと思います。でガレージバンドを起動しますと、自動でこの画面が出てくる場合もあると思いますが、出てこなければファイルから新規と選ぶと選択ができると思います。空のプロジェクトを起動します。そして立ち上げますと、トラックが何もない状態ですね。最初のトラックをどれにしますかという質問が来ますね。でこの場合は、ボーカルのトラックと、カラオケのトラック、オーディオデータとなりますので、こちらのマイクマークをしましょう。でこの出力先とかは、各自のオーディオインターフェースとか、バック本体だったりとかを選択してください。そしてこのような画面が出てきましたね。でここに歌の波形とバックトラックの波形を読み込んでいきます。では Mac のファインダーからこのオーディオトラックに波形をドラッグ&ドロップします。でこのように読み込まれました。続きましてバックトラックの波形を読み込みます。トラックを作ってそこにドラッグ&ドロップでもできますが、トラック作らずともドラッグ&ドロップするとこのように新しいトラックが作られます。では波形を頭に揃えまして、でここで BPM がもし分かる場合は BPM を揃えるとクリックが曲のリズムと合うので、途中で切ったり貼ったりという編集が必要になる場合も場所が分かりやすくなります。ではこの状態で今何もしていない状態ですか、聞いてみましょう。このメトロノームのボタンを押すとポツポツポツというクリックの音をオフにすることができます。ここでは一旦オフにしておきましょう。忘れてたね、こんな感じになっています。はい、それではこちらの楽曲でミックスをしていくわけですが、まずは、全体の音量を決めていきましょう。で自分が聞く分にはヘッドホンのボリュームだったり、パソコンのボリュームを上げ下げすれば音量は変わるのですが、一般的にネットにアップしたりとかするのに適した音量、他の曲とばらつきがなるべく少ない音量にしたいと思いますので、まずはこちらの、フェーダー、これマスターのボリュームおよびフェーダーですが、音量を決めるスライダーなのですが、こちらをちょっと見ていきましょう。ちょっとサビのあたりを再生してみます。はい、という感じで今、たまに赤つくぐらいというのがざっくりですが、ガレージバンドやるときの、だいたい適切な音量を言えると思います。で、これが全体が例えば小さすぎる場合ですと、こんな感じで。音量を十分に使い切れていない状態となりますし、逆に大きすぎるとここが赤がずっとついた状態になって、音が割れたようなサウンドになってしまうので注意してください。というわけでまずはこの状態でここがたまに赤がつくかつかないかっていうぐらいで、一番音が大きくなるであろうサビのあたりで調整するのがいいと思います。はい、このくらいに設定しました。今、マイナス 0.7 とかっていうぐらいですかね。こっちも同じぐらいにしておきましょうか。はい、この状態で、ボーカルにいろんな処理をしていきます。で、ガレージバンドには主に、音量を均一に揃えていくコンプレッサーと、あとは音質の高域だったり、低域だったりとか、上げ下げする EQ、そしてリバーブ、エコーみたいな効果を加えるつまみが2つあるという感じですね。で、これらはかなり簡易的なものですので、ここでの解説はかなりざっくりになりますが、かなり雑な説明をすると、コンプレッサーでこのメーターが、まあ、半分ぐらい光るぐらい潰して、で、EQ は大体ボーカルの場合は下の方はざっくりカットして上の方を上げてあげると、まあ、いい感じになると。そしてリバーブ系は2つあって、短い部屋なりのようなリバーブと長めのホールのような効果的な
リバーブがあるので、これを2つを組み合わせて自然に響くように調整していくという感じになります。ではまずコンプレッサーですが、これは本当値が1個でノブ上下させるしか調整方法がないので、一番音が大きくなりそうなサビのあたりを再生しながら、この値を上げていきます。でちなみにこのボタンを押さないと、この機能がオンにならないようですので、まずはこのボタンを押します。ちなみにこの歌素材の録音環境の解説を軽くしておくと、部屋はちゃんとしたレコーディングルームをお借りしていますので、あまり反響が少ないようなサウンドになっております。でマイクはノイマンの87という割と高価なマイクなのですが、そこから先は自分が持ってきた MacBook Air で、そこにつないだオーディオインターフェース、それにマイクを直結したという状態ですので、撮り方自体は一般の方が卓録するような接続方法で撮っています。つまりはそのマイクとパソコンの間に事前に音調整をしたりとかする機材は挟んでいないという状態ですね。はい、ではこちらのスイッチをオンにしてノブを上げ下げして調整してみたいと思います。街は嘘みたく混み合う涙をこらえきれない理由は、はい、このような感じで結構上げたのですが、ここが全開に振り切るようなことがないので、割と小さい音とかにも対応しているコンプレッサーなのかなと思いました。まあ今はなんとなくこのランプ、これリダクションメーターと言いますが、それが半分ぐらいつくようなところまで上げました。でもし録音した音量がかなり大きいデータとかですと、ノブをこの辺にしただけで半分ぐらい行ったりとか、あるいは録音レベルが小さい音だと全開にしてもメーターがほとんど触れないということがあるかもしれません。でコンプレッサーの役割は音の大小、例えば大きいところだったり小さいところだったりっていうのをなるべく均一にしてくれるという効果がありますので、このリダクションメーターが振り切るぐらい、全部つくぐらい反応しているということは、大きいところをかなり過剰に潰しているということになるので、おそらく聞こえが変な感じに、ふがふがした感じに聞こえてしまうかもしれないので、そこは要注意です。このデータの場合は全開にしてもちょっと一番下まで行くような感じではなかったので、そのふがふがした感じがちょっと出せないのですが、まあ、おそらくボーカルを割れないような音量で取ったデータにコンプレッサーをこれ全開にかけても、そんなにふがふがするほどコンプがかかってしまうことはないのかなと思います。一回全開にした状態で再生してみましょう。指先に残るぬくもりのせい、忘れてたのに昨日の笑顔はあなたなしで、はい、という感じで、まあ、この場合は全開にしても問題なさそうですね。ちょっと OK と一緒で聞いてみましょう。コンポオフの状態聞いてみます。はい、というような感じで、仕組みとしては大きい音を抑えて中全体を上げるという仕組みなんですが、はい、このような形で音の大小をちょっと整えられたかなと思います。ここら辺がちょっと音符をかけてないと聞こえづらくなるのですが、そのあたりの音の大小を解消できたかなと思います。続きまして EQ ですが、その名の通りローは低い方、ミドルは真ん中のあたり、ハイは高いあたりっていうのを調節します。でボーカルの場合は結構大胆にローカットをざっくりとするというのが定番の EQ です。というのは、下の方の帯域っていうのはあまりボーカルの場合は出ていないので、ガサゴソ鳴っているノイズだったりとか、そういうのをカットするという意味でもローカットをします。でこの画面だけだとどのくらいカットされているのかっていうのが耳で判断するしかないのですが、このノブを上げ下げすると、こちらの EQ という画面、こちらのグラフも移動しますので、こちらを全開に上げるとこのようにざっくり切れるし、こちらを下げると先ほどのカットが消えるという形になっています。で大体自分は数値で言うと100か200あたりからカットしていくので、このノブで言うと2時とか3時あたりですかね。でちょっとこのノブを上げ下げしてみた感じ、ちょっと効果が分かりづらかったので、こちらのノブとこちらの EQ のグラフとが連動しているので、こちらの画面でちょっと動かしてみます。まずはローカット、ある程度ノブを上げると
このローカットが動いてくれるので、でちょっと上げ下げしてみます。でこれを上げすぎると、街は嘘みたく込み合う、このようにボーカルの芯がなくなってしまうので、まあだいたい100か200あたりでカットしてあげるのがいいと思います。でちなみにこのアナライザーっていうボタンを押すと、この再生しているトラックのどのあたりの周波数が出ているのかというのがグラフで見ることができます。街は嘘みたく込み合うという感じで、ボーカルは下の方はそもそも出ていないので、このようにざっくりカットしちゃって OK という形になります。で続きましてハイの方のノブを上げると、このようにこちらのグラフも連動してくるので、こちらもグラフの方で動かしてみましょう。もう自由に歩けるはずなのに、このような形で上げすぎるとキンキンしちゃうし、下げてしまうとモコモコしてしまうので、ちょい上げぐらいですね。もちろん元々のマイクの特性とかもありますし、元々がキンキンしている音であれば、無理に上げる必要はないのですが、だいたい定番の方法としては軽くハイを上げてあげるという感じになりますね。そうすると明瞭感が出ますので、オケとミックスするとしっかりと抜けて聞こえてくれるという形になります。街は嘘みたく込み合う、涙をこらえきれない理由は、はい、これでコンプ EQ オフの状態で聞くとこんな感じになります。はい、オンにすると、はい、という感じで、まあ、ざっくりであればこのままでも全然いいかなと思います。で、ここからさらに調整を加えていくとすると。